セントローレンス湾内乾燥海峡は、カナダの東部に位置する海峡。ノバスコシア州本土とケープブレトン島とを隔てている。ベルアイル海峡、カボット海峡と並び、セントローレンス湾から大西洋に出る重要な航路の一つである。乾燥という語は、先住民、ミックマック族の言葉で、そびえる、崖の対岸を意味する、カムソクから来ているとされる。海峡は細長く、 長さは2 7トルだが、幅は平均3トル、一番狭いところでは1トルしかない。狭い割に、水深は深く200フィートほどはある。両端には2つの自治体がある。両方とも、ノバスコシア州に属する港町で、東側はポートホークスベリー、西側はマルグレーブである。1955年。 深さ65メートルの海峡を埋め立て、ノバスコシア半島とケープブレトン島の間をつなぐ、コーズウェイ、乾燥コーズウェイが建設された。長さ1385メートルで S 字カーブを描く、コーズウェイ上には、道路と鉄道が設けられた。また大型船の航路を確保するため、幅24メートルの運河、乾燥運河が、コーズウェイ東端に確保された。この運河の大きさが、 五大湖と大西洋を結ぶセントローレンス海路を通る船の一つの基準となっている。ありがとうございます。